ームアップ中ですが、得点ランキングトップの選手に注目が集まりますね。楽しみな一戦がやってまいりました。皆さんこんにちは。今日の試合、実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。福西さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて福西さん、今日は雪が舞ってます。やはり選手たちにも影響はあるでしょうね。はい、体が冷えるのがまずいですよね。あとはパスやドリブルもミスしやすいので、リカバリーに意識を置いておきたいです。今日はベガルタ仙台対ワトフォードのマッチアップです。このゲームではボールの支配率に大きな差は見られないかもしれません。このカード、ホストチームはリーグで最も失点が少ないチームです。一方ビジターチームは今シーズンここまで最も得点の少ないチームです。まあデータだけ見るとロースコアな展開が予想できますが、意外と取ったら取り返すようなシーソーゲームになるかもしれませんね。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。こちらも 4-4-2 のフォーメーションです。主審の笛で試合が開始されました。このクロスはそのままゴールラインを割りました。ナサニエル・チャロバー、デウロフェウ、ここはインターセプト、しっかり予測していました。サイドを崩してチャンスを作った長澤俊。試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。これほど見事にシュートを決めたのですから、打った本人も大満足でしょうね。そうでしょうね。今日のハイライトに使われそうですよ。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。立ち上がりの集中を欠いた前半10分、ゴールが生まれました。チャーリー・ムソンダ、入るか。ディフェンダーに当たって入った。シュートがディフェンダーに当たってゴールに入りました。ブロックに行った結果ではあるんですが、悔しいでしょうね。別のアングルからご覧ください。
フィル・フォーデン、チャーリー・ムソンダ、素晴らしいスルーパス、スルーパスを出した、ゴールだ。これはもう今日は止められないといった感じでしょうか。こちらのカメラからの映像です。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。フィル・フォーデン、チャーリー・ムソンダ、ワトフォード、前が空いている。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。アンドレ・グレイ、ナサニエル・チャルバー、チャーリー・ムソンダ、ボールがこぼれました。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。クロスで崩そうとしましたが人が足りません。バーの上に弾き出す。さあ誰を狙ってくるのでしょうか。ボールを入れた。中央へのボールはクリアされました。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。打ってきた。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたがコースをうまく消されましたね。ナサニエル・チャルバー、デウロフェウ、ワトフォード、前が空いている。中央にクロス。ああクロスの精度が足りなかったようです。ハモン・ロペス、いいカットです。ボールを奪いました。ナサニエル・チャルバー、さあ上げたい。狙ってきたぞ。ここは何か仕掛けてくるか。この選手ですがここまでは期待通りの活躍ができていませんね。なかなかチャンスと呼べる場面がありませんでしたね。これでは点も生まれません。チームが負けているのは。素晴らしいボールだ。狙いたい。シュートは入るか。見事な弧を描きましたね。完璧です。このゴールがとどめかもしれません。点差がさらに開きます。強いチームですね。このままいけばまだまだゴールを奪えそうです。序盤で点差が開きました。一方的な展開になりそうです。前を見たい。シュートだ。止めた。1対1のピンチでしたがこれを見事にストップ。これは助かりましたね。中に入れた。ここはしっかりクリアされました。いいボールを入れてきましたがここはクリア。前半終了です。後半が始まりました。このままワンサイドゲームとなるのでしょうか。
アダルベルト・ペニャランダ。タックルでボールがこぼれました。長澤俊、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。いいボールが出ました。惜しくも追加点のチャンスを逃しました。いいボールでしたが、ここは触れません。ナサニエル・チャルバー、ここはパスミスになりました。ボールを失います。クリスティアン・カバセレ、ボールを取りました。さてどうする。ヒュース、サイドから中を狙う。デルフェル、ここはキーパーが素早く出ました。ボールをシュートを打った。どの選手に合わせてくるでしょうか。ショートコーナー、クロスの質が良くありません。ゴールキックになります。ハモン・ロペス、長澤俊、ここはよくスペースが見えていました。ナサニエル・チャルバー、試合前にニュースがありましたが、アトレティコ・マドリードが選手を獲得しました。はい、この補強は大きいですよ。今後が楽しみです。真ん中にクロスを上げた。これは相手にパスしてしまいました。カットしました。ここも見事なスルーパス。このコーナーは得点のチャンスです。ボールはゴール前へ。中央へのボールはクリアされました。ここで交代です。福西さん、この選手の今日の働きはいかがでしたか。抜群でしたね。マンオブザマッチの候補じゃないでしょうかね。こう見るとこの選手の素晴らしさが分かりますね。さすがです。幾度の決定機を作り、何度もゴールを脅かしています。あのゴールで頑張りが報われました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ヒュース、あ、危ないですよ。ワトフォード、前が空いている。ボールがこぼれました。野津田ガクト、ここに来て天候が回復してきました。雪がだいぶ収まってきています。選手たちだけでなくサポーターにとっても嬉しいですね。選手の交代があるようです。これはあるか。視線が中にいった。さあ出すか。主審がフリーキックを与えます。形でゴール前まで持ってきました。キーパーが軽く抑えました。デウロフェウ、このパスはカットされました。難しいシュートでしたが枠を外れます。トム・クレバリー、